毎日ポジティブ。はい、ポジティブ期18年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ今日はですね、ポジティブ居酒屋お休みで、この格好を見ていただければ分かるとですね、私今日ウーバーをですね、ウーバーイーツを8時間ぐらいですね、今日予定なかったので、もうひたすらですねウーバーをやってました。で、なんでね、こんなサンバイザーとかね、こんな、もう夏でね、暑いのにこんな、もう手袋してるのかって言ったら、日焼けなんですよね。日焼け対策なんですよ。で、日光ってものすごく老化を早めるんですよ。肌とかにね、直接日光を当ててしまうと。なのでサンバイザーをつけてですね、これに僕はマスクもしてるんで、もうほぼほぼ日光を直接当たらないようにしながら、この手袋もそうなんですけど、そうするとですね、常に日焼けしないでですね、肌を保てるということを今やってます。で、これ去年は、こういうのしないでね、普通にやってたんで、もう真っ黒ですよ。もう夏で T シャツやってた時はくっきりね、日焼けの跡が残って、で、顔も真っ黒になって、で、これはね、僕が90まで、このお店を現役でやるにはもう老化が激しくなってしまうので、僕はこういうのにサンバイザーとかマスクして、で、手袋もして、夏だけども、それで汗かいて、その分ですね、しっかり栄養をいっぱいとって、というふうにやってます。で、今週はですね、時給にすると約1時間1877円と。なので、雨もね、台風もあったんで、その分ですね、ウーバーのインセンティブもあったので、すごく時給高かったですね。ウーバーまだまだ稼げますね。はい、実際自分も今やってるんですけど、もう何にもしないんだったらウーバーやりながら、片耳で本を聞きながら、いろいろですね、やるべきルーティンをやってた方が自分のプラスになるなと思ってですね、時間があるんだったら僕はウーバーをやりながら他の勉強もしているというのが最近の僕のですね、現状という形でございます。はい、ということで今日ですね、皆さんに話したいお話なんですけども、ちょっと前置きが長くなってしまったんですけども、上岡龍太郎さんがですね、お亡くなりになって81歳ですね。はい、で、上岡さんのですね、出てる YouTube を今日はですね、ウーバーやりながら聞いていたんですよ。で、そこでですね、すごい、なんかためになるなっていう話をしていたので、その話をですね、ちょっと今からシェアをしたいと思います。で、どういう話かといったら、自分の城を持つことがものすごく大切だという理論なんですね。で、戦国時代なんかは、秀吉なんかはですね、長浜城っていうですね、自分の城を持ってて、小さい城だったんですけども、そこからですね、大阪城、でっかい城に行くための基盤として、この小さな城を持っていたと。で、なんで城がですね、大切かというと、お笑い芸人で言えば、自分の、例えばちっちゃくてもね、ラジオの番組だとか、テレビの番組とかね、自分の番組持ってて、それで別のところでゲストで出演すると、他の人の MC だったり、他の人の番組のいいところをですね、盗んで自分の城、自分の番組でそれを披露する。そうやって、どん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 レベルを上げていく。飲食店であればね、僕はこのポジティブ居酒屋店があるんで、僕が休みの人がね、時間が空いてる時に、今流行っているこうランチの人気のお店に行ったりとかですね、同じような居酒屋、すごく流行っている居酒屋行ったりとかして、そこですごくいいなとか、こういうのいいなっていうのをですね、どんどん自分の店に取り入れていく。こう本をね、読むのもそうだし、Uber Eatsもそうですよね。いろんなお店に行けるんで、そこでピックアップした時に、こういう雰囲気のお店あるんだとか、今こういうものをお客様が望んでるんだ、こういうものがよく頼まれるんだとか、どういう客層の方が今テイクアウトをしているのかなっていうのもそうですし、飲食店に限らずね、美容師さんだったら自分の店を持ってて、で、自分の美容室の店を持ちながらも別の場所で勉強して、さらに自分の店に取り入れていく。いろんなことにね、僕はこれは応用できるなと思います。例えばね、家族でもそうですね。自分の家庭があるからこそ、そこを守るために、戦場で戦ってくるみたいな、仕事をしてくるみたいなのも一つの城を持ってるね、強さだと思いますし、そういう自分の基盤となるようなもの
があると、そこと派生して別のところに行くとですね、またいろんなことが学んで、その学んだことをインプットをですね、アウトプットする場所が店だったり、それをいいものを吸収したものをですね、自分の城という名のフィールドでどんどん生かしていくことによってですね、より自分の城が強くなっていく。この理論ね、ほんとすごく腑に落ちるなと思うし、まずで、ね、自分の基盤となる城をね、持つっていうのがすごく大切なことだなっていうのをすごく僕は思いました。はい。ぜひともね、そういう基盤となる場所があって、で、その中で別のこと、僕だったらUberだったり、本読んだり、英語を勉強したり、いろんなことをすることによって、お店に行かされる。昨日で言えば、初めてね、来てくれた韓国の方、2人来てくれたんですけども、全くですね、日本語喋れないんですよ。で、英語、かろうじて英語が喋れて、あと韓国が喋れるっていう方だったんですけど、僕は英語を毎日で少しずつ積み重ねていたので、なんとかね、英語で会話結構できたんですよ。まあ、まだまだ発音が悪かったり、まだまだね、伝わらないニュアンスもあったんですけど、でも、これは僕が積み重ねてやってるのが、まさに、実際に自分の城である、このポジティブビザが生かされたという、ことにもつながっていくと思いますし、その時にいたね、お客様で、いや、ティーチャーすごいねって、すごく褒めてくれたんですよ。いや、毎日やってるから、すごく自然に英語を喋れたよ、みたいなことですね。まあ、まだまだ全然なんですけど、もうでもこうやって、去年の12月から、積み重ねてきた英語っていうのがもう自然と言葉で出てくるようになってきてるっていうのは、きっとね、こういう自分の城があって、で、そう、外国の全く日本語喋れない方が来た時に、その学んでたものが活かせるっていうのもすごく僕はいいなと思ったので、今日はですね、上岡龍太郎さんの言ってる自分の城を持つという理論、この理論ね、まさに、僕はこれからの生きていく上ですごく必要なこと、これを見ている方もね、自分のお店がある人ない人いると思いますが、自分のね、城を持つ、そしてその城でいろんなところを学んだものを生かして、どんどんそれを自分と城という名のね、フィールドで生かしていくこと、これが大切だと思ったので、今日はこの話をさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。